もしもし、キルだけど。おお、刺身ちゃん。デートの誘いか？そんな照れんでもええって。あっちゃー、タイミング悪いな。その日用事があんねや。残念やな。あ、けど電話くれただけでも嬉しいわ。まあ、じゃな。あのよ、俺お前に何かしたか？そういうのってはっきり言ってくんねえとわかんねえからよ。俺結構ショックだぜ、こういうのってさ。じゃあな。フグの刺身。フグのさん。フグの君。テトロド。刺身ちゃん。フグの。フグの先輩。刺身さん。フグの。フグの君。フグのさん。フグのさん。刺身。テトロード。刺身ちゃん。あのよ、そう。
あ、フグノさん。あ、ごめんなさい。わざわざありがとうございます。シミちゃん待ってたで。なんか俺にくれるもんあるやろ。なんや、えらい立派なチョコやな。さては、やっと俺の魅力に気づいたんやな。ああ、俺って罪な男やわ。けど冗談やなくてほんまに嬉しいで。よう、フグノ、どうかしたか？これお前が作ったのか？結構やるじゃねえか、見直したぜ。で、何回失敗したんだ？目の下にクマができてるけどよ。図星だろ。でも、本当ありがとな。味わって食うからよ。この俺を待たせるやなんて悪いやっちゃで、ほんま。せっかく早めに来たのにな。まあ相手は自分だから怒られへんわ。刺身似合うやないか。よかった。いや、もうバッチリやで。あげといてないやけど、やっぱ照れはこういうの。お、刺身、今日はその観覧車に乗ってみへんか。ちょっとそういう気分やね。あ、お袋が生きとった頃はよう家族3人で乗ったもんや。楽しかったな。なあ、俺みんなが思うほど軽い男とちゃうねんで。ほんまの気持ちは重すぎて舌がよう回らへんね。せやから軽口でごまかしてまうんや。だけど俺は。はい、お疲れ様でした。気をつけて降りてください。あかんな、タイミングまで失敗や。慣れへんことするにはもうちょい時間がいるかな。さ、気取り直して次行こうか。あー、楽しかった。ほら、今度はこっちからも誘わなあかんな。任しとき、スポット探しとくわ。もう遅いし家まで送るわ。何言うてんねん、こんなん当たり前や。あんじゃな。刺身。ちゃん、開いてるよ。
姉ちゃんの評価ね。こんな感じだよ。他にも聞き、ねえ、一緒に帰んない？ちょっと相談したいことあるんだけど。眠れないことってある？あ、ちょっと聞いてみただけ。あのさ、デトロード騎乗ってどう？あ、だからほら、なんかさ、目立ってるじゃん、やつ。それで、どう思ってるかなって。もう鈍いなあ。あ、ごめん、やっぱ周りくどいのは性に合わないみたい。もういい、相談終わり。こっから本題ね。私、藤井夏美は騎乗まどかが好き。誰にも渡さない。誰にもってのはあんたにもって意味だからね、念のため。じゃあ、姉ちゃんさ、夏美お姉ちゃんと喧嘩してるって本当？すぐにってわけにはいかないかもしれないけどさ、今まで通り二人で遊んでれば、またいつか仲直りできる日が来るんじゃないかな。王子は必ず迎えに来るから。